日本プロ麻雀協会に所属しています、大崎初音と言います。よろしくお願いします。第9期10期女流ジャン王というタイトルを連覇しています。ですね、近所のおじさんたちが麻雀をやっていて面白そうだなと思ったんですよ。年齢も職業も違う人たちが一つのゲームに夢中になって、もうやっぱり終わった後2時間も3時間も喋ってるんですね、その今日の麻雀についてみたいな。それがすごいこんな楽しいのかなと思って、だったら私も教えてもらってやってみようかなと思ったのがきっかけです。それが21とか2ぐらい大学生の時です。好きだったのでやっぱり負けても楽しかったんですよ。で最初はすごくいっぱい負けて、でもまた次の日になると麻雀やりたくってみたいな、はい、一緒に仲間に入れてもらって打ってました。役はまあやってるうちにちょっとずつ覚えれるんですけど、点数計算ってちょっと複雑なので、どうしても覚えようという気持ちがないと覚えられないものだと思うんですね。で私も最初はそのおじさんたちがやってくれるからいいやと思ってたんですけど、もっともっといろんな風に自分で考えて麻雀したいなと思ったので、1、2ヶ月ですかね、集中的にドリルみたいなのをやったりとかして勉強しましたね。はい、あんまりなんか特別何をやったとかはないんですけど、たくさん打つこと、あとたくさん人の後ろで見ること、わからないことは聞いた方がいいと思いますし、あとは同卓者の人を常に尊敬してリスペクトして、やっぱり麻雀を好きでいることが一番大切だと思います。私普段は麻雀教室の先生を別のいろんな場所でやってまして、そこの生徒さんたちは平均年齢が70歳とか80歳ぐらいの方が多いんですね。で全く麻雀牌を触ったことがないところから始めて、やっぱり1年ぐらい経つとめきめき上手になって、自分たちで点数も言えてっていう風に上達していくんですけれども、やっぱりみんなが口を揃えて言うのが、もう一生の趣味にしたいとか、今もうこれが生きがいですとか、で麻雀を通じてお友達がたくさんできて毎日楽しくなったとか、すごくコミュニケーションツールとしての麻雀もとても楽しいと思うので、もっともっといろんな人に麻雀の楽しさを知ってもらえたらいいなと思っています。私はどちらかというと、この麻雀というゲームを広めたくて麻雀プロになったので、これから麻雀始めたいなと思ってる人ですとか、麻雀が興味あるけどなんとなく邪魔って怖いなとか、そうやって思っている方たちが麻雀を始める何かきっかけを作れたらいいなと思っています。そうですね、例えばここのズーさんですとかもそうですし、皆さんが思っているような麻雀層のイメージとか、暗くてタバコの煙がもくもくとか、そうじゃない雀荘もたくさんあるので、ぜひ一度足を運んでみて麻雀というゲームに触れてみてほしいなと思います。どこかでお会いできるのを楽しみにしています。